まあ、1日1回ですね、10分、15分、20分、カープに触れていただこうという、目的でですね、動画の方を配信しておりますんで。お疲れ様でーす !KT です今日は12月20日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。本日も元気よくやっていきたいところなんですけども、皆さん体調の方はいかがですかね。インフルエンザの方がやっぱりね、流行ってきているということで、私もですね、会社の隣の席の方がですね、まあ、月曜日家族が感染した、妻と奥さんと子供が感染したということで、まあ、休みのね、連絡があって、病院に連れてったり、家事をやったりということでね、休まれたんですけども、まあ、案の定ね、そのまま本人にも移ってということで、火曜日、水曜日と休みまして、まあ、今週いっぱいダメかなというような感じになっております。で、さらに隣のね、その向こう側の隣の席の方もですね、今日お昼で帰られたということで、まあ、朝はね、ピンピンしていたんですけども、昼ぐらいに突然ですね、体がだるい、節々が痛い、そして熱を測ったら、まあ、熱がね、あるということになってね、まあ、急遽帰られたんですけども、まあ、あの感じはおそらくですね、そういう普通の風邪ではなくてウイルス性のもんだというふうに思います。で、ひょっとしたらまあコロナの方かもしれないですね。家族がコロナにねかかっている子がいるという話もありましたんで、ひょっとしたらそっちの方はコロナで、隣の席の方はインフルエンザということで、私はどっちにかかるんだということで、今のところピンピンしておりますけどね、まあ、潜伏状態かもしれませんし、何もなってないかもしれないということで、私はですね、生まれてこの方、インフルエンザもコロナもなったことがないということなんで、もしね、かかったということになりましたら、相当落ちるというふうに思いますんで、まあ、熱がですね、やっぱり、高熱もあんまりね、出したことがないということになりますんで、38度超えたら本当にね、もうやばいだろうと、37度3分でももうダリーというふうになるぐらいの免疫のなさなんでね、免疫がないと熱に対する免疫ですね、風邪とかインフルとかコロナに対する免疫はね、おそらく持ってるんですけども、仮に上がってしまったら、大変なことになるだろうというふうにね、覚悟はしているんですけども、できればもらいたくないなということで、元気よくやっていきたいと思います。はい、というわけで本日もですね、カープに関係するニュースをですね、ちょっとずつ確認して、個人的なね、感想を喋っていきたいなというふうに思いますんでね、こういう個人的な感想を喋る動画、一本お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、早速なんですけども、山本由伸投手ですね、西川龍馬選手のフリーエージェント移籍に伴って、まあ、人的保障、どうなるのかというところなんですけども、まあ、今シーズン、このオフでのね、MLB 挑戦というのは、まあ、間違いないところまで来ておりまして、まあ、そんな山本由伸投手を、プロテクトするのかしないのかというところ、ちょっとね、議論もあったんですけども、まあ、福良 GM によりますと、まあ、もちろんしているということで、まあ、ここですね、外れていてもね、カープとしてはやっぱ手の出しにくいところかなというところで、まあ、仮に外れていました、指名しました、来ました。で、メジャーへ行きました。移籍金入りました。数十億と言われるね、移籍金、譲渡金か、入りましたとなってもね、やっぱり後味悪いと言いますかね、カープはもう来年プレーする、しないというのが決まっている選手を指名して、譲渡金数十億持ってったというようなね、イメージをつけられてもね、これは困りますし、かといってね、目の前に数十億の、金になる選手がいてね、指名しないわけにもいかないということでね、非常に難しい、選択をね、迫られてしまうということになりますんで、まあこれはプロテクトしていてくれてね、良かったかなというふうに思います。もうなんか外れてるともういらんことをね考えてしまいますし、まあ逆にね、この山本由伸投手をプロテクトしてくれたことによってですね、他の若手が外れだということになると思いますんでね、まあそこはもう良かったのかなというふうに、変なね色気を出さなくて済みますんで、もう良かったというふうに思いたいと思います。オリックスバファローズの、関係者の皆さん、ここもありがとうございましたということでね、捉えたいなというふうに思います。はい、で、まあそんなね、由伸投手はプロテクトされたんですけども、じゃあ他の選手ね、誰が外れているのかというところなんですけど、まあここのね、情報は絶対出てこないということになりますんで、結果だけをね、待ちたいなとは思うんですけども、まあここまで来ますとね、年内決着はないのかなというような気はしますね。こう、年を越してしまうのかなというふうに思います。まあ期限的にはね、40日というところがありますんで、1月のね、どっかまではいいとは思うんですけども、やっぱりね、選手、移籍するとなった選手のことを考えますとね、やっぱり年内ぐらいで決定しといて、心の準備をして年を越していただきたいなという
思いがありましたし、我々ファンとしてもね、早めにその選手を知りたいというところもありましたんでね、年内決着を期待していたんですけども、まあ今週あと2日、それから、まあ来週に入るとね、本当に年末感が出てきますんでね、どうなのかなというふうには思いますんでね、まあ自主トレやっててね、今年もオリックスで頑張るぞというふうに自主トレしてる中でカープから指名されたよというふうになります。ちょっとね、一旦、いう風になりますんでね。まあその辺をね、なるべく早く、決めてあげてほしいなって。もうここからね、迷っても、名簿のリストがね、変わるということはないので、なるべくね、早く決めてあげて、選手をね、呼び寄せてあげてほしいなという風に思います。はい。というわけで、その後、そのままですね、行きますと、移籍で行きますと、まあ、内間投手ですね、同じく、移籍ということで、カープに来てくれる選手と、いうことになりまして、本日入団会見の方が行われまして、なんと、広島に来たのがこれで2回目と、いうようなね、話がありました。で、私はですね、全部で5回、行っております。今年3回ですね、ゴールデンウィークに1回、2試合とも雨で中止になったゴールデンウィークに1回、それからオールスターですね、まあ、こっちゃんからですね、お誘いいただきました。オールスター1試合も弾丸ですね、試合を見て、お昼に出発してるかな、出発して試合を見て、もうカプセルホテルで泊まって、翌日の、朝一でね、帰って昼からまた仕事に戻るという強行スケジュールでオールスターに行きまして、でさらにお盆ですね、こちらは台風の中、新幹線、12時間ですね、名古屋から広島まで12時間揺られて、まあ、行ったね、当日もチケット準備しておりまして、試合を見る予定だったんですけども、まあその試合を見ることができずということになって、まあその試合はですね、理由を説明したら、チケット代の方をね、払い戻ししてもらえたということになりました。まあこれはね、良かったんですけども、まあその後2日、2試合ね、見ることができましたんで、まあいい、今となってはいい思い出かなということで、まあ合計その3回ね、今年は広島に行きました。で、去年もですね、1回、行っておりますということで、さらにもう1回はですね、高校の時かな、修学旅行で、広島県に行ったということで、全部で5回行っておりますけども、内間投手はまだ2回目と、ということなんで、現状でいくとまだね、私の方が広島については、詳しいのかなというところなんですけども、まあ矢野選手はじめね、結構いろんな方周りもいますんでね、これから美味しいお店紹介なんかもねしてあげて、広島をね、いろいろ広島の街を、いろいろ紹介してあげてほしいなというふうに思いますんで、まずは同級生の矢野選手、まあ移籍が決まって連絡も取り合ったということにね、喋っておりましたんで、よろしくお願いします。はい。で、そんなまあ矢野選手も含めまして、若手の選手がね、結構活躍しているイメージがあるというところでね、まあその中に馴染めるか不安というところもね、口にしておりましたけども、まあここはね、間違いなく馴染めますんで、心配せずに、カープのね、選手の一員と、なっていただきたいなというふうに思っております。はい。で、新井監督に対するイメージはというところでね、例に出されたのがドラフト会議かな、常広投手の、帽子をかぶせてね、もう速攻で青山学院大学に行って挨拶をしてという最中にですね、楽天イーグルスに指名されて、ちょっと名前忘れてしまいましたけども、指名された選手に対しておめでとうというふうにね、喋っていた、もうああいう熱さがね、印象に残っているんで、そんな監督の下で、試合にね、出ることができるというふうに考えると、嬉しいというふうにおっしゃってくれておりましたんで、ぜひともですね、チームに早く馴染んで、新井監督の下ですね、チームのために、頑張っていただきたいなというふうに思います。で、その他でいきますと、まあ今日が人生の最後だったら、てんてんてんみたいなね、言葉も出てきました。これって実際誰の言葉なんですかね。私の中ではスティーブ・ジョブス、アップル大好き、KT というところでいきますね。まあスティーブ・ジョブスの名言かなというふうには思っておりますけども、まあ今日が人生最後の日だったら、今日やろうとしていることを、やりたいと思うかというところでね、名言残されていますけど、これちょっとね、意味が深すぎて私、全てはね、理解できてないんですけども、まあ今日がね、最後の登板だと、野球選手最後の試合だと思って、全力を持って投げろというね、捉え方を、内間投手はしているというふうに思いますんでね、もうそれぐらい一試合一試合、一球一球にね、全力をかけて、ピッチングの方をね、していただきたいなというふうに思いますんで、内間投手期待しておりますんで、ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思います。はい。それからですね、まあちょっとここからですね、一つ、暗いニュースではないんですけども、まあ頑張るという意味で、中村奨成選手のね、記事も出ておりました。はい。で、広陵高校のね、中井監督から、もうとにかく謙虚にやりなさい、おかげさまでという気持ちと、感謝の気持ちを持ってやりなさいというふうにね、もう知った激励を、いただいておりますんで、もうこの言葉が全てですね、やっぱり高卒でプロ入りしているということもありますし、まあ私も実際そうですけども、やっぱりね、高校野球やっていた時の監督の言葉っていうのはね、もう今でも重いということになりますんでね、まあそんな中井監督から厳しい言葉をいただいておりますんで、もう本当にね、ここまで来てね、これ以上、高校の
本性を裏切ってはいけない、ファンを裏切ってはいけない、それからね、今年契約をしてくれた、広島カープという球団もね、裏切ってはいけないというふうに思います。本当に、来期と言いますかね、今後一切、スキャンダルなく、頑張っていただきたいなというふうに思います。もう早くね、結婚して大道投手、島内投手、森下投手のようにね、もう早く結婚して身を固めて野球に集中しなさいということで、余計なお世話ではありますけども、ここはですね、提案の方させていただきたいなというふうに、もうこれ以上私からはないということで、中村翔成選手頑張っていきましょう。もうね、結果を残せば、我々は黙りますということなんで、小園選手もね、かつてはいろいろありましたけども、こうしてね、結果を残してくることによって、もう周りがね、何も言わなくなってきておりますんで、中村翔成選手も周りがもう黙るぐらい、頑張っていただきたいというふうに思いますんでね、よろしくお願いします。はい、でその他でいきますと、オープン戦の日程も昨日かな、発表の方がありまして、沖縄では3試合、2月の後半終盤かな、23日、24日、25日、ここいきなり3連戦ですね。まあ、まずは毎年恒例の、ドラゴンズ北谷での試合となっております。でそれからジャイアンツも毎年やってるかな、ゴザシンキンスタジアムでの、試合となっておりまして、25日が日本ハムと、名古屋での、試合というふうになっております。で場所をね、本土の方に、本土じゃないか、移しまして、本土でいいのかな、日本本州本、ん、はい、に移しまして、まずは3月1日、楽天イーグルスのね、倉敷での試合ということになっております。ここも3連戦ということになっておりましてんでね。はい、で、その後また週末になりまして、ドラゴンズとマツダスタジアムで3試合と、なっております。毎年ドラゴンズとね、オープン戦、バンテリンドームにね、来てるイメージあったんですけどね、今年はないということで、ちょっとこれは残念ですね。私もオープン戦、ドラゴンズ戦、毎年行ってるとね、いうふうに記憶しておりますんで、今年はないんだというふうにね思いましたので、ちょっとこれはね残念なんですけども、まあ松田ね、ドラゴンズの試合というのはありますんで、まあ結構ね苦手意識あるチームなんで、このオープン戦からね、まあオープン戦なんでね、結果より中身というところが重視されるところではあるんですけども、やっぱりね結果として勝っておきますと、シーズン入ってもねやりやすさ出てくるのかなというふうに思いますんで、ここはね結果にもこだわりながら、戦ってほしいなというふうに思います。はい、そして、その3月の12日からですね、火水木と、北海道の北広島市にね、場所を移しまして、日本ハムとの試合ということになっております。まあいいですね、北海道行ってね、ぜひともそこは楽しんできていただきたいですし、まあドーム球場なんでね、あの気温というのも試合をする上では、3月ではあるんですけど心配ないかなというふうに思いますので、怪我をすることなく、北海道を満喫しつつ、アピールが必要な選手はしっかりアピールをしてね、3試合の方で戦ってきてほしいなというふうに思います。でその後またね、マツダスタジアムの方に戻しまして、 DeNA ベイスターズの試合というのがね2試合用意されております。でその後西武とのねオープン戦、これは結構ね珍しいなという印象を持ったんですけども、ベルナ埼玉のね試合が2試合ありまして、最後はペイペイでのソフトバンク戦との2試合となっております。今年も確かソフトバンクとね最後締めの試合があったかなというふうに記憶しておりますけども、今年はペイペイとね松田に2つの場所で、ソフトバンクと試合を行ったんですけど、今年は最終戦のペイペイのみということになっておりますね。ここでしっかり、ソフトバンク力のあるチームなんでね、ぜひとも力試しをして、いい形で開幕を迎えれるように頑張っていただきたいなというふうに思います。なのでこの22、23、16、17ぐらいかな、あたりからもうね開幕モード入ってきますでね、ピッチャーの、開幕ローテーションのピッチャーなんかが出てくるということなんで、この DeNA あたりからですね、まあ、本格的な実戦が始まるのかなというふうに思います。で、まあ、ペイペイでのソフトバンク戦といえばですね、今年交流戦、ペイペイでのソフトバンク戦ということになっておりますし、もう私もですね、飛行機取りましたんで、ホテルも取りましたということで、あとはね、チケットを確保するだけなんですけども、ソフトバンクでのこのペイペイドームでのね、ソフトバンク戦、まだチケットを取ったことないんでね、どうやって取ったらいいのかというのがまだ、分かってないんですけども、その辺詳しい方いたらね、ぜひともコメント欄で教えていただきたいですね。早めに、このサイトからね、公式の高野なんとかから取った方がいいよとか、その他こういうサイトからだと取りやすいよとかね、まあ、席に関してはねそこまでこだわりないんでね、あんまり派手にねカープという感じで、行くつもりもないんでね、こっそり、ソフトバンクとのね試合ペイペイドームで見れればいいかなという感じでね、まあ、娘もいますんでね、そういう感じで、思っておりますんで、なんとかチケットだけね確保できればいいというふうに思っておりますんで、まあ、金曜日か土曜日あたり2試合ね見たいなというふうに思っておりますので、その辺のチケットの取り方、お詳しい方いましたら、ぜひともね教えていただきたいなというふうに思います。
はい、そしてまあその他のね試合を確認していきますと、タイガースとスワローズ、セリーグではね試合が組まれていないということになっております。でジャイアンツはまああの頭の1試合ということなんで、ね、ここは本当にね、ちょっとお互い探り探りの試合になると思いますんで、まああの本格的な感じでいくとドラゴンズとベイスターズ戦ということになっておりますんで、まあスワローズとね、それからタイガースといったところはね、まあ手の内を見せずに、開幕を迎えるということになっております。で手の内と、いった意味でいきますと16、17のベイスターズ戦ですね、こちらは開幕のカードとなっておりますんで、まあ場所は違うんですけども、ベイスターズ戦ということになりますんで、まあここはですねお互い、手の内を見せるのかそれとも見せないのか、まあでもね開幕までの、オープン戦もね残り少なくなってきている時期ということなんで、この16、17は結構注目の、試合になるんじゃないかなというふうにね予想しておりますんで、まあこの辺でやっぱりね、仕上げてきてほしいなというふうに思います。まあその他楽天との倉敷といったところもね結構珍しい、場所といいますかね、ケースかなというふうに思いますね。楽しみにしたいなというふうに思いますけども、3月のこのオープン戦は、J スポーツでも放送されるのかな。でまあ金曜日でもねおそらくデーゲームということになりますんでね、まあその辺もチェックしていきたいですし、12、13、14のねこの火水木、スコンフィールドはデーゲームなのかナイトゲームなのか、まあデーゲームになるのかな、オープン戦なんで、はい、その辺もねまあ仕事をしながらちょっとねスマホ片手に、やっていきたいなというふうに思いますんでね、まあその辺のオープン戦も、しっかり皆さんチェックしていきましょう。はい、というわけで本日の動画は以上となります。ちょっとね、いつもより短めで簡単となっておりますけども、今日はですね、まあ、体調に関するところ、インフルエンザ皆さん大丈夫ですかというところ、それから、山本由伸投手が、プロテクトから、外れましたじゃないわ、プロテクトされているということをね、もう明言されたということなんで、まあこれはね、獲得することはできないというところで残念なところもありますけども、一方でですね、まあ獲得したとて、ちょっと難しいね、扱いになりますんでね、まあこれはプロテクトしてくれてありがとうというところ、それから、同じくね、カープに入団してくると山本由伸投手は入団しないんですけども、まあ内間投手がね入団会見を開いたというところ、それからまあ中村奨成選手、来年こそは頑張れというところでね一本話していきました。最後までご視聴ありがとうございました。はい、というわけでね、まあオフの間はこうやってね、簡単に、カープの方を触れながら、まあ1日1回ですね、10分、15分、20分、カープに触れていただこうという、目的でですね、動画の方を配信しておりますんで、これからもぜひともよろしくお願いしますということで終わります。はい、ということで、今日は誰かな、もう中村奨成選手かな、高校の恩師からも激励の方をいただいておりますけども、そんなの関係ねえ、やっちゃうやということで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。